皆さん、こんにちは。皆さんはどんな人生を歩んでいるでしょうか。波乱万丈な人生でしょうか。尋常一様な人生でしょうか。前者であれば得られるものは多く、家福はあざなえる縄のごとしを兼ねた体験を様々な職業の土台として生かすことができるでしょう。そういう土台に立つ人々は突出したエピソードや才能が歓迎されやすい。芸能人職を選ぶ人が特に多いとされています。その中でも今回は日本の俳優タレントとして世間に知られている六角精児さんの歩んだ歴史の糸をたどっていきましょう。とはいえ、世の取り沙汰も75日、六角精児さんのことを覚えていない方もいらっしゃると思いますので、プロフィールから説明しましょう。本名山路克明、生年月日1962年6月24日、出身地兵庫県、身長175センチメートル、血液型O 型、所属劇団扉座、兵庫県姫路市出生、兵庫県高砂市を経て神奈川県相模原市育ち、厳密には姫路市で生まれ幼少期を高砂市で育っているとされていました。小学生の時に高砂市から相模原市へ引っ越していたため関西弁も話せますが、日常生活では関東弁を話すことになります。最初芝居は好きではなかったと発言し、中学生の時に演劇部を見たが、あれをやる人の気持ちがわからないとも語っています。進学した神奈川県立厚木高等学校では、当時生徒全員部活に入部しなければならない決まりになっており、たまたま誘われた演劇部に入部。この時はすぐに退部できそうだと思ったそうです。しかし当時の演劇部部長の横内健介さんに六角精児さんがキャスティングされたことで、出演した舞台が演劇コンクールの全国大会まで進出。結局ずっと演劇部には在籍していましたが、その後も早く終わらないかななど思っていた一方、観客の前に立つというドキドキする思いが嫌いじゃなかったとも語っていました。その後横内を中心としたこの時の演劇部のメンバーで前任会議を創立し、六角精児さんも誘われて入団、後に劇団扉座と改名して活動。大学は最初日本大学芸術学部を受験しましたが、この時の実技テストには丸太を赤ちゃんに見立てて抱く演技、鐘で寒さを表現する演技があり不合格に。浪人生活を経て学習院大学に合格して入学。学習院には在学していた皇族に興味を持って入っていました。実際に皇太子をトイレで見かけ、秋篠宮とは法学の授業で一緒になったことがあったそうです。しかし大学在学中に横内健介さんの舞台に出演するようになったことで、劇団の活動に時間を取られ、2年から進級できず6年間在籍した後に大学を中退しました。20歳頃に横内に六角精児という芸名をつけました。とにかくインパクトある名前をということで、精児は精子に由来してます。なお同じく俳優であり名前が似ている六角精児さんとは特に関連性はありません。大学入学後ギャンブルにはまってしまい、家庭教師のアルバイトをしていたものの、遊ぶ金が足りず学生ローンで借り続けてこともあるようです。一時期は借金のために役者活動が困難になるまで追い込まれてしまい、劇団扉座の主催者である横内健介さんや自身の母親に借金を肩代わりしてもらうなど、周囲を巻き込むダメ人間ぶりを発揮しております。この時期の六角精児さんは借金返済用に譲り受けた祖母の遺産をギャンブルにつぎ込んで全部吸ってしまうなど、はちゃめちゃさに磨きがかかっていたそうですね。2000年になると当時 SP ドラマだった相棒の米沢守役に巡り会えた六角精児さんは、2002年からは作品が連ドラ化するという幸運にも恵まれて、役者人生初の代表作を獲得することになりました。しかしながらこの時期の六角精児さんはまだまだ借金に苦しんでいた時期であり、上り調子の役者人生とは裏腹に私生活では金欠状態が続いておりました。六角精児さんが黙りにたまった借金を返済できるようになったのは2005年にドラマ「
電車男の牛島貞夫役の演技が評価され、連ドラのレギュラー仕事が増え始めて以降の話でした。緩和9代六角精児さんはこれまでに3回の離婚を経験しています。最初の結婚をしたのは1991年頃だと言われており、相手は所属劇団劇団扉座の研究生の女性 A さん。 A さんは売れない役者だった六角精児さんの代わりに一家の大黒柱として奮闘していた草稿の妻だったらしいのですが、2年で離婚しています。原因は六角精児さんの行動にあったと言われています。お酒を飲みに行った先で意気投合した見知らぬ男性を家まで連れてきて泊まらさせてみたり、 A さんの前で他の女性と長電話をしてみたりと安らぎがない状況だったそうで、 A さんは六角精児さんが劇団扉座の地方公演に出かけた隙に家財道具を一式持って実家に帰ったそうです。2度目の結婚は1997年、六角精児さんが経営していたバーの手伝いをしていたとされる劇団扉座の研究生 B さんが相手でした。結婚してくれないと店を続けないと B さんに迫られて結婚したものの、4年で離婚。原因は不明ですが、 B さんは他に好きな男ができたと言って六角精児さんの元を去りました。六角精児さんの3度目の結婚は2003年。この頃にはすでに相棒の米沢守役で知られていた六角精児さん、専門学校で演劇関連の講師の副業をしていたそうで、3人目の結婚相手である C さんはその専門学校に通っていた20歳年下の学生でした。結婚はできちゃった婚でしたが、 C さんは出産早々子供を連れて実家に帰ってしまい、2005年には離婚が成立。3回の結婚を経て2011年に B さんと再婚します。六角精児さんはB さんとの離婚後も B さんに対する未練が残り続けていたようで、今度は六角精児さんの側からプロポーズをして再婚しました。別れてから約10年が過ぎてから復縁した理由はインタビューにて語っており、奥さんの大切さを実感し後悔していた。別れてから僕のためこんなことを考えていてくれたのかと本当に分かったとのこと。9代2016年3月限りで自身の代表作であるドラマ相棒シリーズのレギュラーを降板している六角精児さんには出演者との不仲説がささやかれています。その相手は相棒の主役杉下右京役を演じる水谷豊さん。数十年以上にわたり人気俳優として活躍している水谷豊さんの権力は相棒の撮影現場でも絶大なものがあると噂されており、芸能ニュースサイトリアルライブでは水谷豊さんとの確執でバディ役の寺脇康文さんや及川光博さんなどが相棒を降板に追い込まれたというゴシップ報道がされました。今シーズンは昨年10月にスタートしたが、撮影が始まった昨年夏頃から水谷と及川の不仲説がささやかれ始めた。というのも及川の前に水谷の相棒を務めた寺脇康文はある時水谷の意見にことを唱えたところ、水谷が制作サイドに相棒の交代を打診し及川に変わった経緯があった。今や水谷は監督やプロデューサー以上の権限を持つため誰も意見できないが、どうやら及川は水谷が OK を出さなかった監督やプロデューサーの意見に賛同したため水谷の怒りを買ってしまったようだ。そのため相棒を降板した六角精児さんも水谷豊さんとの確執があったのではないかと言われています。しかし真相は2018年5月に出演したバラエティ番組解決エミチャンネルにて本人の口から語られていました。正直自分の都合です。相棒は毎年半年くらい撮影にかかるので他のことがやりたいなと。さて今回たどった六角精児さんについての意図はここまでになります。手を翻せば雨、手を覆せば雲となるように人間は不確かさに満ちています。その不確かさに振り回されてしまえば後悔は絶えません。ですので選択の岐路に立つたびに熟考し自分の意図をたどっていきましょう。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。